辺の見張りは全員倒されたもんだから、アビス教団の怪物が攻めてきたのかと思ったぜ。お前らなぜ天空のライアンがここにあると？秘宝を保管する場所に入るには鍵が必要だ。鍵が欲しいならこの先だ。俺は持ってないからな。どいつが鍵を持ってるかは知らねえ。とにかく部屋の中の奴らに聞け。かなりのビビリだな。あとは知らねえからな。モンドには俺らのファテスがいる。シニュラ様に見つかって目つけられても俺は関係ねえからな。さっきさ、シニューラって言ってたよな。またの間だな。ファデュイにいる11人の執行官、その8人目がシニューラだ。ファデュイが七国をかっ歩しセピロス騎士団の脅威となったのはこの11人の執行官が原因だ。彼女に悟られる前に急ぐぞ。お前ら何者だ？どうやって入ってきた？そんな教会があるのか？何しに来た？へえ。詳しく話を聞こうじゃないか。天空のライアーのために来たんだろう？で、どうやって借りるつもりだ？いいだろう、乗った。門番の判断でお前らを通すことにしよう。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。お前ら何者だ？何する気だ？うわあ！他の門番はみんな倒されちゃったのか？何？別に怖くないぞ。先遣隊のデッドエージェントが支援しに来るから。いいだろう、仕方がない。門番の判断でお前らを通すことにしよう。しかし残念ながら鍵はここにないんだ。次のやつに聞くといい。鍵はここにないって言ってたな。別の部屋を探してみるか。
校の部屋一つだけだ。きっと鍵はそこにあるよな。どこから湧いてきた？このようなこと、シニョーラ様が許さないぞ。この私が代わりに片付けてやろう。岩の重さは安心できます。いなくなってる。シニョーラ様は貴様らに制裁を下す。モンドの詩人は子供が眠れなくなるほどの悪夢として、それを死に残すことだろう。
怖そうなこと言って結局逃げていったな。いらっしゃいませ。エンジェルズシャア、アイムサービス。おお、お帰りなさい、僕のファンたち。あ、それは天空のライア。うまくいったみたいだね。風が流れるような模様とバラの木の木材、少し冷たい星鉄の弦。どうだ、それを使ってトワリンを呼べそうか。うん、確かに本物の風神の手法だけど今はまだ無理だよ。みんなが見た通り、千年の時を経て風の力はとうに枯れてしまった。ディルックの酒場で歌うくらいならできなくはないけど、この状態じゃ。僕の酒場のステージに出演したい歌手はたくさんいる。君の番は到底来ないだろう。ディルックの旦那、ツッコミどころそこじゃないよ。おい、天空のライアーを手に入れたのは酔っ払い相手に歌を聞かせるため。
リンと話し合うにはこれだとまだまだ足りない。でも問題はライアーじゃなくてゲンの方だ。君の出番だよ、異邦人。安心して、君に修理してもらうつもりはないからさ。風元素の濃度がこの弦には全く足りていないんだ。君はトワリンの涙の結晶をちゃんと保管してるよね。よし、それを天空のライアーの上に落としてみてくれ。よし、想像通りだ。なんだかどんどん若々しくなっていく感じがする。団長も一緒にか。天空のライアーの話だ。旅人が結晶を浄化してくれたおかげで、なんとか天空のライアーの風元素がこれ以上枯れることを防いだけど、満タンになるまでまだまだ足りないね。トワリンの涙がもっとあれば。でもどうやって涙の結晶を集めるんだ？今でもトワリンは泣いてる。苦しみを抱えて、人気のないところでね。トワリン、かわいそうだな。これは栄誉騎士だけが抱える問題じゃない。私たちもすぐ行動に移そう。涙の結晶を入手したら、また栄誉騎士に浄化を依頼させてもらおう。うん、いいね。英雄たちが互いを信じ、一緒に旅に出る展開、最高だ。この曲でみんなを見送ろうかな。おい、お前サボって口だけ出すつもりか。弦を弾くのには手も必要だけど。ムカつく。よし、決めた。お前のことを銀陽野郎って呼ぶぞ。こんな手探り状態の捜索、あのファデュイとの競争を思い出すな。半年前、とある盗賊が四風神殿の東風遺跡からある宝物を盗掘し、市場に流した。お、なんだなんだ、バルバトスが使ってたコップとかか。いや、本当にそんなものがあるならそれはそれですごいが、その時発掘されたものは現存する遺物の中で最も貴重かもしれない。その宝とは風神の息が入った小瓶だ。そういう形の遺物もあるんだな。芸術的美にあふれたそれを僕は当然手に入れたいと思った。しかし情報が漏れ、ファデュイがその宝を狙ってきたんだ。彼らは偽物を作り市場へと流した。そこで僕がと、僕は少なくとも2000個の偽物。に行けば本物を入手する機会がまだあるってことだよな。そしたらさ、特別価格で本物を譲ってやるよ。ああ、やってみるといいさ。たとえ偽物だったとしても僕は断らないよ。入手したらワイナリーに来るといい。20個でビール1杯サービスする。収穫だ。
者に去れ。
の世界も俺に答えているのか。きちんとしまっておこう。
ないわよ。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。しびれなさい。ちょっとビリビリさせないとね。逃がさないわよ。はっ、ちょっとビリビリさせないとね。それ。
の風格に気をつけます。綺麗にしませんと。ウサギ伯爵出撃。旅の収穫だ。この世界は俺に応えているのか。この世界は俺に応えているのか。Yeah.
ちんとしまっておこう。つまり、お前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて、次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。
こうして見知らぬ神が私の兄空を連れ去っていった。そして私も神に封印され本来の力を失うことになる。あまたの世界を乗り越えてきた私たちはここで囚われの身となった。果たしてそれから何年経ったのか私にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよってた。2ヶ月前あなたと出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもうとっくに溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ、行こう。
なそうだな。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ。七つのお前封じ。ほら、言葉は歌となり、風と共に流れ。その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。この世界の人が力を得るにはおかしい。ここから西へ行くと自由の宮モンドは風心臓から。それとよし、この世界
しまっておこう。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？ご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の。あんたモンドの人じゃないよね。身分の職。落ち着いて。怪しい人はみんなそう言うわ。ここそれからそのマスコットはな。ああ今じゃもうとにかく近頃。そうだ。え任務が。もちろんそれに。怪しいものを謝るよ。ぎこちない。騎士団ガイドで得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？
は遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな。オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ。簡単よ、見ればわかるわ。あ、ヒルチャール。逃がさないで。化け物が城に近づいてきてるの。今回の任務はその巣の掃除よ。そうね、でも最近風魔竜が頻繁に出現するようになって、暴風が発生するたびに怪我人も多数出るし。だからそう、さあ私きちんとしまっておこう。冒険者なんて通りすがり作ろうか。私は腹が減った旅人さんね。オイラの仲間もいらっしゃい。料理がそうなの。サバイバキノコと肉が桶に入っているから。紹介させてもらうわ。風とタンポポの牧歌の城、
セピロス騎士団に守られてやってきた旅人さんたち。もうやっとのじゅ、でも最近、でもジジンさん、セピロス騎士団の代理団長ジンさんが一緒なら、風魔流レベルの災害でもきっと打ち勝てるはず。そうだ、さっき、おいおい、でも人参、とにかく私、普段この辺はにぎわってるんだけど、最近は風魔流のせいで商人や旅人がめっきり減ってね。でも曲がり角にある酒場はあまり影響を受けてないみたい。むしろいつもより繁盛してる？